皆さんこんばんは。こんばんは。んんはえー、今週もカ谷ヤ秀樹さんと一緒にお届けをしていきます。カ谷ヤさんよろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いします、えー。今週はリモートでお届けをしていきます。はい。あの、カツヤさん。 えー、プレミアリーグの開幕が近づいてきましたけれども、いろいろ、えー、各媒体から放映、あのー、権の発表であるとかお知らせが、はい、結構ありまして、はい、かなり、はいえー、ツイッター界はざわついておりますけれども、はいあのー、プレミアリーグに関しては、もともとス s ティービ n o w はもう放映、えー、権獲得ということで、はいでね、かなり前から発表していて、はいえー、中継をすると。はい、それに加えて、えー、アベマ、TV、が、はい え週3試合っていうことになるんですけれども、アーセナル戦は全試合みたいな、ね、そうですねそのその、その計算ですよね、週3試合、ね、になりますよね、そういう形で保英圏を獲得したという発表があって、はいえー、ダゾーンに関しては、今の段階では、えー、獲得はできていないということで、公式発表があってということで、まあ、徐々に、えー、プレミアリーグ開幕が近づいてきたので、えー、放送するところもだんだん決まりつつ、どうなっていくのか、まあ、開幕まで、ね、全部は出そわないと思いますけど、どうなるかです,、ね、そうですね。はいはいねうん だからもうあと単独で,で、ね、そのクラブだけ欲しいとかいうことが出てくるかもしれないしあ、はい、そこを、ね、あの本元がどうするかとかいう、まあ、あとは交渉がどうなっていくかだけなので、はいはい、私たちはもう見守るしかないとといううこでですね、はい、そうですねねそ、うん、ちなみに、えー、前回あのこの、えー、番組で、えー、ちょっと告知をさせていただいたダゾーンのフットボールフリークスでの えー、重大発表スペシャルなんですけれども、はいはい、ちょっとこれに重なったので、うん、プレミアリーグの保衛権かみたいな話になったんですけれども、えー、そうではなくてですね、プレミアリーグフリークスと、えー、スレアフリークスと、えー、ラリーガフリークス3つ番組に継続しますということで、えー、発表させていただいたんですが、今、あの、この中継権がプレミアリーグは取れていないので、えー、映像がどうなるかっていうのはまだ未定なんですよね。実際映像をもしかしたら、えー、中継できなかった場合は、 ハイライト券だけ撮るのかもしれないし、撮が取れるのかどうか分からないし、もし、まあ、今、未定なんですけれども、必ず、その、どういう形態かどうか分からないけれども、やるということで、えー、発表させていただきましたので、いろいろなお声をいただいていますけど、皆さんありがとうございます。よろしくお願い,いたします。まあとは、もうあれだよ。あの、喋りたの腕だよ。<笑><笑>だ我々のこの番組は一切映像使ってないですから、ね そそうそうあとは喋れだ <laughs>、ええ、最近ね、フットもそうですし、まあね、このあたりはどうなるか、まあ、使えるに越したことはないので、そのあと欲しいなというふうに思っておりますけれども、うん、あと、和也さん、われわれよくいただく質問というか、ツイッターであの、ダゾーンの人って思われてる感があるじゃないですか、<何>結構ダ、ダゾーンの人。俺は思われてないよいやでも、大体中継やってると、大体もう、そこ専属なんですよね、うん、みたいな。 俺は思われてるはれてるかもしれない、えー。でも僕も、昨シーズンもそうなんですけど、スカッパーでやってるんですよ、うん、僕ずっと、ブンデスリーが。でもそれをご存じない方が結構多いみたいで、はいはい、なんか、ダゾンの人と思われてるんですけど、はいうん、我々、カセさん、あのー、芸者さんと一緒で、芸妓さんと一緒で、あのー、まあ、芸を、と言いましょうか、自分たちの実況解説を披露して。 会社組織も作ってないので、完璧なフリーです。はい。ですね。呼ばれたらどこでも行きますよ。はい。そうなんです。呼ばれたらなので、あの、あなたたちとも呼んでいただければ、パワーがあればということで。はい。あとは皆さんね、我々のパワーマッということで。そうですね。ということなので、そのあたりもまた、え、ね、ちょっと皆さんはね、もう、あの、結構打ンの人と思われちゃったりするので、完全に我々みんな大体フリーダンスなので。 曲穴っていうのはね、あのテレビ局は地上波は曲穴なので、うん、その曲に縛られてますけど、タレントさんがいろんな曲またいで出るのと一緒で、我々はそういう同じ立場ではありますよね。でも、うん、でも、でも、くだらけど、だだ、うんの人と追われてるのは野村君だ。だって、あれだけレギュラーやったらそう思うだろう、<laughs> だって。そうだよ、だって内田さんのもやってるしさ。うん、あまあまあまあ、そうですね。うん、はい、うんまあ。すいません。はい。なので、はい。はい、ということでございます、はいはい。ということで、では、今回なんですけれども、もしかしたら、 特集をあまりできてななかかったんじゃないかといとうチームがまた一つチェルシーもかなり久しぶりだったんですけど、ありまして、今回、アーセナル歴史からひも解く新シーズンというテーマでお届けをしていきたいと思います。よろしくお願いします。ということで、まず歴史からひも解くということですので、かつていろいろチェルシーの時もやりましたけれども、ちょっと過去を遡かのぼって、最近ね、若い方で見始めた、プレミアを見始めたという方も結構多いというふうに思いますので、ちょっと過去を えー、紐解いていきたいなというふうに思っておりまして、加谷さん、まあ、アーセナルといいますと、まあ、ベンゲル監督のアーセナルというイメージがおそらくかなり長い期間続きましたし、日本とのゆかりもあるので、その頃にファンになった方も多いと思うんですけれども、そもそもベンゲル監督にまずなる前、まあ、例えば、ベンゲルさんの前は、えー、グレアムかとか。はい ですよねあのセナは、ね、結構タイトル取ってたんですよね、うん、タイトル取ってたけども、ワン・ニールって1対0、うん 1> えー、つまりちょっと退屈で守備的なサッカーというふうに言われていて、うん、つさん、ちょっと今とイメージが違うんですよ、ねあ。全然違いますね、はい、あの本当にね、あの繰り返しになります、本当、1-0、うん、アーセナルって言われてた時の、はい、アーセナルは、あの面白くなかったですからね。はい<ー> そこからベンゲルさんがやってきて、96年ですかね、はいまあ、その前に日本で名古屋グランパスで指揮、うんえー、を取っていたんですけれども、えー、その引き抜かれまして、アーセンって誰みたいな見出しが踊ったところからスタートでしたねそう,そ,うそ,うそうですね、それから名古屋あの、日本で名古屋グランパス8というクラブが。<laughs> あ 監督をやっていいたらしいそれグランパスエイ,トエイトって何なんだってことなんですよね。はい、あの、イングランドの方にするとね。うんうん、フットボールは11人でやるもんだぞ。だから、はい、グランパスエイトのエイトは末,がり末広がりで、まあ、ね、あ<ー>日本では演技がいいという数字に、ね、されて、そこから由来しているというわけです。はい、まあ、そういうところを調べもせずに、まあ、書くのがイングランドのメディアなので、うんうん、まあ、よく書き上がったなっていう感じですけどね。<laughs> <laughs> いそしてベンゲルさんが行ってまたこのチームが変わっていくわけですけれどもそのベンゲルさんの、まあえー、指揮を取っている期間が長かったこともありますけれどもだいぶその初期と後期ではチームの色が変わってきたと思うんですが勝田さん最初はフェイマスバックフォーというのが有名でしたね。はいはい そうでする、ねまあ、にフェイマス、まあ、有名な人、ベテランみたいな感じですけど、まあはい、彼らがこぞって、えー、ベンゲルさんのことに感謝しているのは、まあ、ベンゲルさんがその食生活を変えたじゃないですか、うんはい、日本スタイルを取ったと、はい。ベンゲルさんが来る前までは、ランチのメニューに唐揚げとかコーラとか、はい。 あげくはビールまであったっていうことらしいですけど、うん、まあ、はい、そういうね、まあ、いわゆるジャンクみたいなものが、まあ、アスレートにとっていいはずがないので、はい、そのあたりをベンゲルさんが、まあ、あのー、茹でた野菜とか、うん、あとは炭酸類一切やめにして、はい、ええー、あと、あとは必要以上に冷たい飲み物もやめにして、クラブハウスは要するに土足現金だったりとか、そのあたりを改善することに、改善したことによって、 まあ、後ろの4人、ベテラン人、非常に長くプレイすることができましたからね。あの、確かキャプテンのトニー・アダムズは、彼に飲酒の問題があって、はいはい。あの、おそらくベンゲルさんと出会ってなかったらみたいなところも言われるじゃないですか。そうですね。はいはい。事故起こしちゃったりしましたからね。はい。うん。だから、その、まあ、飲む文化があるにしろ、はい やっぱりカートに飲んで、あの、要するに、車に乗ってしまう、運転してしまうっていうような文化が、やっぱり、まあ、未だにない、消えたというわけではないですから。まあ、その辺がね、ちょっといろいろと問題があったんですけど、だから、うん、ベニルさんはやっぱりアーセナルを変えたというか、アーセナルを変えたどころか、まあの、要するにメジャーなクラブにした、うん、功労者ですから、うん、はい。あの、ちょっとあのね、 今日後さあとで触れるのかどうかわからないですけどあの、去り方っていうのがあまり、はいうん、ちょっと寂しかったなっいう気はしますけどね。うそうですね、まあ、では改めて、えー、まず96年就任して、まあ、その後、まあ十97、98シーズン、これが非常にいいチームだったというふうに言われていますが、フェーマーバックホーと言われた、えー、ディフェンスラインも含めて、ちょっと布陣をご覧いただきたいと思いますけれども、えー、フェーマーバックホ、えー、この時は4人は、ディクソン、そしてキーオン、アダムス、 えー、ウィンター,バーン、まあ、初期、ね、そのボールドが入っていた、はいはい、ボールドとオンが、えー、まあ途中で入れ替わるっていう感じになりですけれども、オンの方が長いのかなっていう感じですが、この4人が勝田さん、ペイマスバックホー そうですね。ねあの要するに、守らせたらっていう感じですよね。今と違って、後ろでゲームを作るっていうようなところではまだなかったですから、要するに安定感のある1対1、うん、1> 空中戦強く、それでセーフティーファーストみたいなところですけども、その当時のディフェンスに求められた技量というのは、うん、ディクソンにしろ、キーオンにしろ。うん うん、それから、アダムズウィンターバー、みんな持ってました。はい。ですね。うん、まあ、そして、まあ、この後、アーセナルは華麗なアーセナルってイメージになっていくんですけど、実はこの頃は。結構、こう、泥臭いと言いましょうか。はいはい、まあ、えー、まあ、この当時、アーセナルだけじゃないんですけど。かなり、今だったら、おそらく、カードの色が違うだろうなみたいな。プレーは、結構多かったです。ありましたね。はい。まあ、その辺を含めて、フェイマスなんですけど、はき、はい、景品うまかったし。<laughs> はい、うん。まあ、あの、要するに、イエローにならないような。 エルボーとか、<ー>レッドにならないようなエルボーとか、<ー> <laughs> その肘の使い方とか、<laughs> 体の入れ方とかね、<laughs> はいうん、その辺は、まあ、許される範囲の、うん、ファウルをやっていたっていうのは、まあ、朝のに関さず、まあ、朝のに限らず、どこでもあったんですけど、はい、やっぱりその守り方、影引きのうまさっていうのが、やっぱりその当時のフェイマス爆破ありましたよ。はい、そうですね。うん、まあ、そしてまたこの時代は、えー、二強時代だったので。はい えー、完全にアーセナルかマッチェスタイナイテッドか、どちらかが優勝するというのがずっと続きましたもんね。はい、ねはいはい、えー。まあ、そのあたりで、なんだろう。あのー、ウェーゲルさんは、サー・アレックスのマインドゲームに乗っちゃった時もあるし、うんあはい、乗っちゃうとね、どうしてもサー・アレックスのが上手なんで、あの、マインドゲームは。そこでね、苦労したりしましたけど、まあ、その、 わざと乗っていたし、うん、おそらくサーレックスはサーレックスで仕掛けたし、はい、あのまだ他のチームが追いついてきてなかったので、うんまあ、アーセナルとユナイテッドによって、ある程度の演出、 はい、演出ってあの変な意味で、あ,のうん、あれですよ、勝敗のやりとかそういうことじゃないですよ、<ー>だから、はいはい、モードを盛り上げるために、いろいろな演出は両監督がやっていたと、僕は思いますけどね、えーはい、まあ監督しかりですし、また選手も、まあ、ビエラとロイキーンだったりとか、はいえー、かなりね、絶戦もありましたし、まあ、この頃ね、今でもいろいろ物申しますけど、97、98のシーズンの、まあ、メンバーでいきますと、パーラーも、今でもかなり物申す、ね、タイプですし、プ、ね、ティットかオフェルマウスはね、このあたりはうまさっていうところ もうまあ、は強さもありましたし、まあ、あとはヤンライトもね、今やもう、はいえー、名物の解説者といいましょうか、プレゼンテーターみたいになってますし、ヤンライトはね、はねはい、ね時折言い過ぎかなと思うときもあるけれど、<laughs> はい、ただ、<laughs> なかなか適切よね。他の人はちょっと言いづらい。はい、アーサナの OB だと言いづらいよねっていうところでも言いますからね。うん、そうなんですよね。うん、はい。だから、あれはチーム愛だと、クラブ愛だと思うので、はい。あのー、まあ、耳が痛い話なんですよ。アーサナーにすれば。はい。あの、イアン・ライトに言われることは。うん、ただ、それはやはりスルーせずに聞いておいた方がいいなって思うケースは。 今ねいろいろな記事を見ると、まあ、イアン・ライトであったりパーラであったりとかいろいろなコメントが出てくると思うんですけどあの、ね、特に、まあ、アーセナルは富安選手もいますしまたね女子の方で矢口選手いるじゃないですかイアン・ライトさん大好きみたいですからね。 あの、イアンライトがあ、あの、ブッチーのことを好き大好きみたいで、ね、うん、はい。かなり、あの、彼の SNS 系のところでは出てきますし。ああ、そうなんだ。うんうん、はい。なんかね、ツーショットとか、あと、ユニフォームとか持ってるみたいですよ。うん、はい。まあ、宮内上手だからね、本当に。<laughs> そうん、ね。あのスキルは、やはり、うん、んん憧れるんだろうな。はい、うん。 まあそこから、粕谷さんまた時代が移っていくわけですけれども、まあ、ここの強さのところから強さプラスさらにもうまさというのはどんどんえ磨きがかかっていったと言いましょうかその中でまあ生まれたのが03、04シーズンインビエンシブルズということではい、はい、無敗優勝を達成しましたね、うん、そうですね。 まあ、その当時は、まずはチェルシーが台頭するちょっと前で、そうですね、えー。リーズも来てましたけど、まあ、さすがリーズはちょっとユナイテッド、アーサナーに牙城を崩すほどの完成度がなくっていうところで、うん、まあ、長く続いていた、まあ、アーサー、ユナイテッド時代の、うん、まあ、一番強かった時ですね。はい、あの、どうしても華麗なフットボールというところに目が行きがちなんですが、はい、まあ、実際、非常に面白いサッカーをやっていたんですけど、はい、やっぱりね、 アイテムゴールになった時のしたたかさっていうのも、やっぱりそれは忘れちゃいけなくて、リュングベリとか、あのはい、それからピレスとかは、やはりこう、はい ギリギリイエローにならないような、まあ、まあ、イエローもらったとしても、まあ、要するにレッドにはならないようなプレーで、相手の,、はい、あのプレーを止めて、相手の攻撃止めていましたし、うんうん、それはやっぱアンリーもやってたし、まあ、あとはね、どうしてもアンリーに注目いきがちなんですけど、やっぱり僕はベルカンプのあのシータッチっていうのが、相当、アンリーとかピレスを助けたと思うし、うん、あとその、彼ら、まあ、もうアンリーも、 ベ,あのベヌカムとも、ピエスも非常にテクニカルな選手なんですけど、はい、そこに泥臭いリューヌベリみたいなのがいたのが、チームのバランスとして良かったと思いますね。それで、あのリューヌベリはあの人当たりがいいというか、あのファンサービスがいいので、ファーストネームフレディですけど、うん、フレディのところには、やっぱりこうファあのサインの列ができるんです、はいうん、で彼全部やってたし、うんうん、その辺のね、うん、なんだろう、アクセント。 エッセンスとして、非常にフレディは効いてましたね。そうですよね。まあね、ゆくゆくね、日本にも来ることになりますけれども、当時、世界的に非常に人気のあるプレイヤーで、なので、スポーツ用品のメーカーの、世界的な CM にも起用されてましたし、確かロンドンの地下鉄ね、なんか駅を舞台にするような、そういったものだったかと思います。出かにしたりね。はい。そうでしたよね。 えー、そして、カセンさんね、強さという意味で言いますと、まあ、後ろもソル・キャンベルいましたし、はい。まあ、そしてその前には、ビエラとジューベート・シューバー、さらにね、このエドゥも入ってきたというところはね,、はいはい、ね大体この3人で回してましたけど、本当にこう、バランスも非常に良かったですね。はい。まあ、ビエラ、え、それからエドゥそれから何だ、もう一人。えー、ジューベート・シューバー。ジューベート・シューバーか。はい。この3人は、 この三人を要するにローテーションするっていうのは、はい、まあ当時で言えばはっきり言って贅沢な話で、はい、え誰で生きてきても、まあ、まあね。 あそこでボール止まっちゃうし、あそこからボールも出てきたし、なおかつ、ソル・キャンベルは禁断の遺跡じゃないですか。そうですね。トッテナムから遺跡ゼロですからね。遺跡ね。そう、フリートランスファーで行って、それはもう、スパーズファン怒るわけで、自分でボディーガードを雇ったりして、ってことは、要するに命の危険がもうさらされたみたいな感じの地に語ってましたから、それほどの遺跡をやってまで、タイトル欲しかったんでしょうね。そういうこともありまし しはいうん、まああのドラマチックなチームだったしエキサイティングなチームでしたよアーちょうどこの頃私何度かアースネの練習見に行かせてもらう機会があったんですけど。 あのフィギュアをいっぱい立てて、はいはい、その間を細かいタッチで、とにかくこうすり抜けていきながらみたいな練習を相当やってまして、マ、うん、ースナルといえば、何かその細かいタッチでこう最終的につないで、うん、えーゴールまで行くっていうのは、まあ、このあとまたさらに如実になっていきますけど、そういうのがプレーも多かったですねそうですね、だからそういうフットボールをやっぱりベンニャルさんは目指していて、うん、そういうフットボールをやるために、はい、あのベルカンプとかピレスとか、マースナルを集めて、はいえー、なおかつそこに若手からね、うんうん セスク・ファブレが出てくるわけですけども、ねはい。そうですよね、まあ。そのチーム作りというのは、はいうん、要するにまあ、ね、イングランド人が少ないからというところで、イングリッシュ・プレミアリーグなのにっていう言い方当時よくされてましたし、 私もしたような記憶があるんですがでもそれ、ベンゲルさんの理想だしね監督が理想を追い求めるのは当然なので頭ごなしにちょっと否定しちゃうのはフレンチコネクションで、ねまあ、連れてきて、まあ、ビエラしかりはい、はい、アンリしかりピレスしかりで、うん、このアンリとピレスの関係であったりとかその後ろにアシュリー・コールもいるので、うん、この辺りの左サイドの関わりに非常に見応えがありましたもんねね、はい、そうです、ね、アシュリーコールはねー。 ね前も話したけど、やっぱ僕はプレミア史上最高の左サイドだったと思、はいと思っますからね、岩田に。うん、なかなか彼超える人いないですよ。はい。うんそうですね。うん、ねまあこの後ね、彼はチェルシーに行ってしまいますし、ちょっとその、まあチーム事情として、このインベンシブルズの後は、 えー、エムレッツスタジアムの建設ということがあって、まあ、自前で建てるスタジアムですから、どうしても緊縮財政になって、ベンゲルさんは若手にシフトというところで、えー、若い選手を多く集めて、まあ、セスクという、ね、お話、先ほど上がりましたけども、フラミニア、フレブや、えー、ロシツキ、マナスリーとかアルシャビンとか、まあ、小柄で上手いプレイヤーみたいなのがどんどん揃ってきましたよね、若くて。まあね、それを要するにあの、いわゆるベンゲルスタイルにマッチした選手たちなので。 セスクハブレンガスはトークとして、そこにたまたまイングランド人じゃいなかっただけだだ。ユースから引き上げて、まあ何人かね、セスクと同世代の人いたけど、まあ結局育たなかったこともあるし、ね、そうなんですよね。その辺でね、あのチーム作り、そのスタジアム建設によって補強費を削らざるを得なくなった。うん、そこによあの時代を重なっ で、えー、っとシティとかチェルシーとかがお金をバンバン使ったっていうところで。はい、そこでちょっとこう,う,う、勢力分布図が変わっちゃいましたよね。うん、ちょっとアーセナルは下がらざるを得なくなっちゃいましたもんね。そうですね。うんまあ、そしてベンゲルさんとの別れもあって、はい、そこからまあ、ナイテッドもそうですけど、やはり偉大な監督との別れがあって。その後っていうのは、ちょっと苦労しますよね。まあ、サーアレックスにしろ、もシューベンゲルにしろ。 半,い半世紀やっていらっしゃるわけなので、四、うん、半世紀やった方の後っていうのは、誰が来たも辛いと思いますね。うん、だから、それでも、 うなイ・エメリーのあと、今、ちょっとアルテタが答えを出せそうなって感じになってるじゃないですか、はい、ユナイテッドの場合は、もう誰が出てきてもダメっていう感じになってるので、うん、やっぱその辺で、やっぱりそのアルテタが、やはりあの、ペップ・ガルギョラのもで2年、3年修行したっていうのが、大きいんじゃないかなと思いますけどた、若狭さん、アルテタに関しても、一時期、もう解任かみたいなところ、連敗もあって、あったじゃないですか、はいえー、その時に我慢して、はい っていうのも大きいのかもしれないですよね。そうですね。うん。まあそこで、まあチームを預かっていたエルーが。 ディレクターかつての,、ね、その無敵、うん、無敗優勝の時の主力ですけれども、はい、彼がやはりアルテタのことをかなり信頼しているようなので、そこがやはり大きかったんじゃないですかねそしてね、今、えー、現在へとこう移っていくわけですけれども、まず勝谷さん、昨シーズンですが、まあ、先ほどね、フェイマスバックホーという話をしましたけれども、はいはい、ニューフェイマスバックホーというふうにいわれまして、そ,ね、そこに富安選手も加わってくるわけですよね。そうですねだからホワイト オカリアンスで、えっ、ー、と、ティアニーか。<laughs> ティアニー。はい。ここはなかなか非常に20代前半の若手ばっかりで、はい。えー、全員国籍違うんですけれども、うん、はい。非常にいいバランスが取れてますし、えー、彼ら軸に、うん、ね、この先育っていったら面白いと思いますね。ねうん、手放さずにね。ねはい。ちょっとね、あの、とりやっぱり狙われてるから、どう思そうですね。う あの、<や>その辺の方です上の方ですよ。上の方。そこの上の方ね。ねうん、ね。かつてはちょっとマンチェスターシティに多くの選手が引き抜かれて、まあマンチェスターの2チームかなファンペルシーがユナイテッドの方ですし、<や>ちょっとこの給与の差みたいなところで結構引き抜かれた時代もあったじゃないですか。 アセナに関してはただまあそういったところも含めてなのか、今、そのエビも含めてチームの方針とすると、若い選手をまあそれなりの金額でもいいので連れてきて、でこれを投資として、もし売るときとしてもそれのプラスアルファで、チームとして残ってくれれば長い期間、というか、活躍してくれるってなるで、大きな投資はするんだけれども、損はしないよっていう。最終的にはね。最終的にはっていう。なので、チームとしての,その、まあ、商売というやり方でやると、非常にうまいやり方なんじゃないかなと僕は思ってますよねただね。 昨シーズン、21年ね、はいはい、夏の投資が1億5680万十万使ってました250億とかそんなもんでしょう5、はい、多分。それで、今シーズンも、今喋ってる段階で、はい 1>, えー、1億500万コントンぐらいなのね。<ー>だから173億ぐらい使ってて、はいはい、この3年で、えーあ、あくまで市場ね、夏の市場の収支だと、はい、400億 500億ぐらいいってる過去3シーズンで600億、昨シーズンまでのね、うん、3年間で600億ぐらい投じてるので、うん、ちょっと今シーズン、まあ、今シーズンも相当使ってますけど、はい、ここで、まあ、ある程度、結果を出さなきゃいけないっていうシーズンになってると思うんです、うん、だから、3年ぐらいに投資して大、大型投資してチームを作る。はい、それはあの えー、クロップのやり方と一緒じゃないですか。クロップは割と早,早く答え出せたでしょ。うん、だから、まあ、クロップ答え出せたっていうのはまあ正直、はいあの、シティしかあのライバルがいなかったってあるんだけど、はい、もアルテタの場合はもうシティとリバプールが前を行ってるので、はい、この辺のちょっと厳しさはありますよね。ねお金を出すがもうそろそろろ、うんうん 優勝争いは白ろよみたいなところの考えになっても不思議ではないシーズンだと思うんですよね、うん、だから今年,、ね、今,年今シーズン来シーズンというのは一つ、うんうん、バルテタにとっては正念場かなとは思いますけどねまあそういう意味ではカジさん昨シーズンいい流れの時期もあって、はい、まああのままおそらくチャンピオンズリーグ試乗権取れるんじゃないかっていうような形で進んでたじゃないですかこれちょっと取れなかったら痛かったですねはい、はい まあ終盤2ヶ月ですよね。だから勝って当たり前のチーム4つぐらいありましたけど、そこ全部負けてたりするので、単純にそれで12ポイントロスでしょ。まあそれは怪我人続出、冨安はじめあったんですけど、だからそれをお金を出す側がどう見るかじゃないですか。そうですよね。4つも負けやがってか、まあそこはしょうがないや、かどうかわかんないし。だから、 今シーズン同じ鉄は踏めないと思うんですよ。うん、だからチャンピオンズリーグ出場権を取るとか、ね、ヨーロッパリーグ制するとか、うん、あと少なくとも最終盤まで優勝争いくっついていくとか、はい、うん。何らかのやっぱりそのポジティブな、ラシズムに向けて、すごくポジティブな要素は要求されると思いますね。そうですよね。うん カツヤさん、昨シーズンやっぱ怪我人もいましたけれども、もし、まあ、例えば、富安選手も結構長期で休むことになったりしましたけど、はいはい、まあ、るいはティアニーとか、トーマスもそうですよね、はい、最後。はいはい、で、こういう選手が、怪我じゃ、まあ、まあ、かなり、怪我でなければ、相当計算の立つ選手じゃないですかそういう意味でい,、うん、いい選手が揃って、昨シーズンと、まあ、なんていうんですかね、一つ、 つのその形みたいなところはできつつあるのかなっていうようながイメージはあるんですけどは、はい、基礎的なところはもう固まったと思いますね。はいうん、だからそこをプラスにするためには、うん、要するにあの主力に何か起きた時の、うん、バックアップメンバーというのが、トリバープールやシティに比べると若干欠けてるのかなと思ので、<ー>はい。なるほどですね。で、もうこの夏、うんうん、さっき言ったようにお金使っている。はい、だからあとはね、今、放出の候補、だから、あのー、なんだろう。 出さなきゃいけないとか、ある程た取っておいてもそんな出場機会がないのかなっていうのが、ルーカストレイラとか、メイトランド・ナイルズとか、ベジェリン、それからパブロ・マリー、あとレノはフラム遺跡の王とか言ってましたよね、ロンドンの街がきいみたいなようなってあとペペですよね、ニクラ・ペペね。 7000万ポンド、7500万ポンドが120億近いお金だったでしょ、はい、確か、うんでね。さっき資料見たらあの、今、彼の市場価格が37億円とかそのぐらいなのであ、結構下がってしまってです、ね、70%ダウンぐらいなので、うんうん、だからハフィーニャを狙ってたんだけど、まあ、これミニウィングですかね、当然。ハフィーニャ、どこ行ったんだバル,サバルセロナですバルに行ったので、はい、要するに取れなかったから残留するか。 っていう意見と直近に12シーズンのパフォーマンスを踏まえるとローンでも引き取り手はないけどっ残しておいてもしょうがないっていう厳しい意見とあるんですよ、どうやらだから今言った選手含め余剰戦力ってあるじゃないですかそれを出してどのぐらい収支をプラスっていうかプラスにもならないと思いますけどマイナスの額を減らすことを考えないといけないと思いますね。はい あの今シーズンの,その、まあ、加入というところも含めて、新シーズンどうなっていくかというところですけど、まあ、ちょっと今ね、ご覧をいただきたいと思いますが、新シーズン、まあ、どうなっていくかと、人、えー、ン,ンコ と、はい、ということですね勝谷さん、これ、ジンチェンコは、まあ、ティアニーいますから、はいえー、そこをね、2人いるのもったいないですし、中盤でどうですか、使うってことも十分可能性としてある感じですねもともと中盤の選手なので、ティアニーとそこで、えー、併用っていうよりは、一つ前に出して、うん、まあ、 トーマスは硬いと思うんでさ、ねはい、そうですよね。まあ二三一やるにしろ、うん。たら、うん、トーマスの、うん、パートナーとしてジンチェンコでもいいと思いますし、うん、はい。それでうん、いい補強だったと思いますね。うん、はい。そうですよね。はい、仮にあのティレーマス取れるとここになってくるんでしょうけどね。そうでしょうね。はい。そしたらあのー、ジンチェンコ一つ下げて、でティアニーは センターバックもできるし、ティアニー、と怪我すると長かったりするから、そういう意味では、だからジンチェンゴ取っておけば、ケアニーの代わりというふうには言わないですけども、も、うん、選手層は厚くなりますよね。はい、そうですね昨シーズン、左ちょっと、なかなかティアニー我っというところもあったので、富安選手、左やったりとかもあったんですもここはかあのうまくやりくりできるようにということも含めて、ンチェンゴう、ね、そうでですねだからこれでジゴ取ったので、うん。 ヌーノタバレスはローンかもしれないですよね。ああ、なるほど。出しちゃうのはもったいない選手だと思うので。はい。そうですね。はい。まあ、その辺のやりくりですね。あとね。だから、取っとかなきゃいけない選手いるじゃないですか。何年後かに備えて。で、試合感を鈍らせちゃいけないっていう選手は、やっぱりローンで、要するにアルテタがやってるの同じところ、同じスタイルのチームに行った方がいいですよ。ロングボール蹴るようなチーム行っちゃうと、それがまた変わっちゃう。で田さん、そういう意味で言うと、ローンで行って、 であのサリバがマルセイユでもうレギュラーでずっとやって,て戻ってきたじゃないですかこれもおそらくまあバックアッパーになるんでしょうけど計算が一つ立つのかなっていう気もすすするんででよねねそうですねだからそこでサリバが中にうまく対応できるようにずっと。 いつ戻ってもいいように、新たな試合全部チェックしたって彼言ってたから、<ー>はい、そしたらやっぱ使ってあげるべきだと思いますし、思いますし、そうしたらホワイト右に出て、うんうん、富安がちょっとほら、あの、ちょっと疲れたなってなったら、そういうところで、はい、うまくやりくりができるで、ね。うまくやりくりできと思うし、うん、だから、センターとサイドを両方できる選手何人がいるか、うんはい、これは大きいと思いますよ。うん、はい。そうですよね。うん、あとは、勝谷さん、もう早速、ジェズスは、えーはい、活躍をね、 プレシーズンで見せてるということですから、ラカゼットが去って、フルで出れば、やっぱり活躍できると思うし、昨シーズン、得点もゴールも7点か8点だったと思いますけど、まあ、出れば両方とも2桁はいけると思うから、相当なプラスになると思いますね。まあ、あとは、ジュズスが来ちゃったので、ラカゼットは、ラカゼットはあれか。 フリートランスファーだったんだ。フリーなんですよな,んかなんかもったいないね。はい、そうですね。まあ、それでリンオン行ってしまいましたけど、うん、全体が若いので、うん、ラカゼットは残しておいた方がいいなと思いつつ、<ー>でもね、試合出場数限られちゃったらそれ出てくるねってのもあるので、この辺の選択は難しいですね。うんうん あとの、ポルトからファビオ・ビエラ来ましたけれども、大体ポルトガルからで結果残した選手って結構すぐにフィットしたりもするじゃないですか。最近多いですよ、やっぱり。うですよね。この前のポルトもそうだし、もっと前からだよね、要するにポルトあのカルバーリとか、チェルシーが連れてきて、そこで成功されてもちろん失敗した人もいるけど、その辺からやっぱりポルトガルいけるかってなったし、だから、ルイス・ディアスもコロンビア人だけど、 ポルトから来てるじゃないそれからジョタとかもそうだし、ルベン・デベス、モーチーニョね、これ辺の年のウルブズ系ですけど、うん、この辺の成功例があるので、アースタルはこう長年そうですけど、この2列目って選手層豊富でいい選手、はいはい、すごく出てくるじゃないですか、うん、このレギュラー争いも、ね、今、例えば括弧でスミスローとかなってるじゃないですか。 ファビオ・ビエラもそうですけど、これがどういう陣容になって、誰が中心になっていくのかっていうの、楽しみですよね中心はウーデ・ゴアでしょ、なぜ新キャプテンですから、あそこにキャプテンしたってのがすごいよね、でもやっぱりキャプテンできる選手が、ウーデ・ゴアにしても、マンガリアンにしても、ホワイトとか、ラムズディルとか、キャプテンシーに敗れた選手4人いるって、相手言ってたので、だから、それをうまくまとめるのかもしれないし。 ウーデンボーに責任感を持たせれば、なんかもっとよくなるような気もするので、はい、いいですね。はい、これ、確実、その余剰人員というところの整理というところはあるというお話でしたけれども、その今いる選手の中で、やっぱり昨シーズンのよりプラスアルファって、勝谷さん、これ、進化してるっていうふうに見ていいところですか、ね、思いますよ。はいうん、十分に進化してると思いますね。だから、どうしても完成度では叶わないんですよ。二強というか。 二丁というか、長、うん、って声がね、あ,<ー>あの、すごいのが、二ついるので、はいうん、そこにはなかなか追いつけないと思いますし、まして今シーズン特殊な日程なので、やっぱりチーム完成度が相当優勝あるふうにも響くと思うので、うんまあ、昨シーズンであると下地ができたとしても、やっぱりクロップで、このクロップ今度は9年目かな それで、ね、それで、ペップも、え、7年目ぐらいになるわけでしょ。うん、その差は、やっぱりちょっとなかなかね、うん、縮めるのは無理だと思うんだけど、やっぱ3番手は狙ってほしい。少なくとも、 まあ、3位は史上名だと思うよ、うんあ。その3位争いというところ、まあ、なのかも、まあ、できればもちろん2丁に割って入っていきたいと思いますけれども、うん、アーセナルしかりしてスパーズがすごいいい補強してるじゃないですか。で,でユナイテッドは監督かって結構チームもまた選手どんどん取ってますからがらりと変わるでチルシーがちょっとあんまり変わらないっていうかマイナスみたいなとかで心配なんですけどまあそういう意味で言うと、まあ、どこもその2丁に追いつけというところでまあ 気合が入っっててるなって感じはしますすよねそうです、ねうんまああとはだからスパーズの場合はいい呼吸を取ったし、うん、最終的にはそのアーにナルとすごくういいあのノースロンドンで3位争いをやると思うんですけど、うん、やっぱりワールドカップで途中で一回途切れるでしょ。いい選手たちがフィットする,する前に一回のその、うん、せっかくでき,できつつあるものが一回そこでワールドカップで終わっちゃうので。 はい、その辺の差が僕はあると思ってで、うんあの。昨シーズンの下地で言うんだったら、アーサナルの方がもうある程度できながってるから、はい、ロースロンドンの争いでは今僕はアーサナルの上だと思います。ただ、うん とちょっと最終的に取ったのは、確かに不気味は、ね、どうしても、ね、アーセナルは富安選手もいますから、日本でのまあ中継も多いでしょうし、えー、注目されることも、おそらく地上波のニュースなどでも出てくることも多いと思うので、うん、注目されると思いますから、ね、こういうクラブがこう優勝争いとかすると、またさらに日本のこのプレミアリーグみたいなところも盛り上がってきますよね。そそそううですすねねななると思います、ねはいいいまれはは間違いないでしょう、はいうん 勝谷さん、アーセナルについては、新シーズン、何かもうない大丈夫ですか、付け加えることありますか非常に、あのー、期待のできるチームだと思います、うんはい、ただ、繰り返しになりますけど、ちょっとこの3年でお金使いすぎてるので、はいうん、その辺をどうやって戻すんだろうっていうのがね、あ,ありますけどね、なんか回収するために人を売るみたいなところにならないように、そうですね、はいうん、だから大きなタイトルを取る、まあ、取れないまでも、要するに、10列、うんまあち例えば、今シーズンヨーロッパリングですけど、うんまあ 決勝に進出する、ぐらシーズン、おそらく、チャンピオンに取れるんで、うんえー、それで。少なくとも、あの、ベストエイトぐらいまで行く、その次、こうとか、っていうふうにやってって、うん、だから。さ、ある三年四年かけて、あの、投資してるので、これから三年四年は、取り戻す時期なので。はい。はい、その辺で、うん、あの、うまくやってくれると、うん。もう、そん、あのね、二、今はね、おもろ、おもろくないです。<laughs> そうですね。で <laughs>、いくつ、加わってほしいので。ねねにですね、本当ね、ビッグシックス、プラスアルファぐらいで、うんうん、いろいろこう。 えー、せるぐらいが一番面白いんですけどね。うん、うん。だから、まあ、今シーズンはトラッとしてね、うん、あの、来シーズン以降、うん、うん、そこに合わせたら、いくらシティやリーブフローではそろそろ下がってくるから、そしたらそこで。波がありますもんね。ねーアーセナルが、グッと言って、アーセナル、他のチームでもいいけど行って、うん、うん。争ってくれるとより楽しくなりますけどね。そうですね。ねはい。わかりました。ということで、今シーズンは、えー、このアーセナルに注目しまして、歴史から紐解く新シーズンということで、えー、お届けをしました。 カサ、えー、さんどうですか。えー、まあプレミアリーグ、えー、開幕近づいてきましたけれども、まあおそらく記事もどんどん増えていくんじゃないかと思いますが、告知などあればですか。えっとノートさんの第二回ザ勉強会はですね、はい、えっと YouTube などでまだあの視聴可能ですので、はいえー、よろしければご覧いただきたいと思います。楽しくやってます。はい。はい あと記事もおそらくいろいろ出てくるでしょうからね。そうですね。出るんでしょうね。はい。出ると思いますよ。はい。ええ、クラシックさんとプレイヤーフリーズのパブやるあ<ー>。あ、はい。

に向けてちょっと見どころであったりとかあるいは視聴者の方からこういうなんて言うんですかね勢力図に各リーグがなるんじゃないかみたいなお便りもご紹介しながらお届けをしていますまた今度の水曜日に配信をされるフットボールフリークスなんですけれどもキッズウィーク とということでダゾンがでがすねあのお子さんですとか、えー、中学生、高校生、大学生か、そのくらいの方から質問を募りまして、えー、メディア、まあ、例えばアナウンサーになりたいとか、えー、ちょっと、えー、ジャーナリストや記者を目指してますみたいな人たちのちょっと相談に乗ろうというような会になってまして、リモートでですね、えー、もう収録したんですけれども、あのー、ちょっと皆さんの相談に。 あの乗らせていただきましたので、ちょっといつもとは違いますが、そういうのも、もしご興味ありましたら、ぜひご覧いただきたいと思い <laughs> いやいや。北川さんでもラジオ局、ね、行ったと、まあ、あイタリアも行ってとか、うんはいろいろ、うん、ラジオはじゃアナウンサー基本ですから、ね、はいうん、王道ですからね、はい。ということでございます。あとはあの内田篤斗のフットボールタイムもよろしくお願いします。はい ということで以上でございますでは勝谷さん今週はこの辺りでよろしいですかはい。ということで今週も皆さん長寿にありがとうございますそして勝谷さん、はい、ありがとうございましたこちらこそありがとうございましたまた来週ですさようならまた来週です